藤田山忠義は、福岡県田川郡出身で高砂部屋所属の元、大相撲力士、日本プロレス所属のプロレスラー。大相撲時代は1950年前後に活躍し、最高位は西前頭12枚目。大相撲時代の体格は、身長167センチメートル、体重113キログラム、特異種は推し、本名は藤田忠義、元幕内。 開月の片尾波部屋に入門1939年1月場所に本名の藤田の四行名で初土俵を踏んだ順調に出世して1944年5月場所で新十両へ昇進を果たした入門以来1945年6月場所までは連続して勝ち越しを収めていたその間片尾波部屋が閉鎖されたため1943年5月場所からは 片尾オ親方の師匠であった、ミスギイソの経営する、花籠部屋に移籍している。さらに、その、花籠親方も1947年11月に、花籠部屋を閉じたため、高砂部屋に移籍して、新入幕を果たした同年、11月場所からは、高砂部屋所属で土俵に上がることになった。1951年には、高砂親方を団長にしたアメリカ巡業の、 メンバーとして大の海、八方山と共に渡米した。6月30日に日本を経ったのだが巡業が大好評を得たため、アメリカの巡業先側から契約延長を求められ、9月場所までに帰国が間に合わず3力士とも休場ということになってしまった。この時はハワイから始まり、ロスアンゼルス、サンフランシスコ、シカゴ、ニューヨーク、 マイアミなど、全米各地を飛び回り公演している。結局、高砂大館は11月7日、八宝んは12月31日、大の海と藤田さんは、翌年の1952年1月9日に帰国することになった。帰国した時には、同年1月場所の番付はすでに発表されており、藤田さんは重量に陥落していた。正当な理由なしに、 本場所を休場したため協会内では厳しい処分や通常の全休相当の番付効果が当然という議論も紛失したが、相撲普及の功績が認められ、休場した9月場所の分は5勝10敗相当の下降幅にとどめるという措置がなされた。しかし、1月12日初日の場所で重量優勝を成し遂げ、1場所で幕内復帰を果たした。 1954年1月場所で幕下に陥落し、同年9月場所限りで現役を引退した、相撲協会に残らず廃業し、プロレス界入りをした、黒沢明監督の映画、どん底にも出演した。後の新弟子検査の基準であれば跳ねられていた167センチメートルの、短見ながら、太古服の肥満体で、大胃腸ょうを祝えないほどに頭髪が薄く、 その風貌から土俵上の三枚目とも言うべき、役回りを果たし、キューピーさんの愛称で親しまれた。高く塩をうまく所作、かって、大の古服を刺する仕草などでも人気であった。本名の藤田に山を足したり取ったりすること5解。しまいには、当時の出羽の海理事長から、お前は、藤田なのか、藤田山なのか、一つに決めろ。見てる方が混乱する。と怒鳴られ、 トーニーの、でもどっちにすれば、ではの海の、どっちでもいいよ。どっちも大して変わらんじゃないか。の問答の末、最終的には、理事長のツールの一声で、今後絶対に、山を取るなよ。と言われて、藤田山に定着させられたという、相撲人工も上手で、女迷わす藤田山と締めて、満場の笑いを取ったという、戦術の都米巡業中でも、八方山と共に、 数々の陳断を巻いたという、力士仲間からも好かれた人物だった。ABCD e ベースボールマガジン社、大相撲名門立伝シリーズ、高佐護部屋 P22ABCD、大相撲ジャーナル2018年3月号、P62、佐竹義奴、戦後新入幕力士物語第1巻1990年、ベースボールマガジン社、p 1 0千2 0 1 6年現在の新弟子検査の、 基準は、身長167センチメートル以上である、肩関節負傷により7日目から、途中休場、10日目から再出場都米により、初日から全球左胸部打撲、腰部年座により8日目から、途中休場、12日目から再出場、胸部打撲により5日目から、途中休場、9日目から再出場。ありがとうございます。